は、あやめです。今日は我が家の洗面台の紹介をしたいと思います。あと収納小物やインテリア雑貨を購入してきたので、その購入品の紹介もしたいと思います。引っ越してだいぶ新居に慣れてきて、片付けも進んできたので雑貨とか飾る余裕ができてきました。雑貨を置いて飾った状態をぜひ見てもらいたいので、よかったら最後までご覧ください。まず最初に洗面所のこだわったポイントやメーカーとかをルームツアーを兼ねて説明していきたいと思います。水回りはホテルのようにしたくて、ホワイトの大理石調でまとめています。なかなか旅行ができないご時世なので、家でホテル気分を味わえたらいいなと思って、ホテルライクなインテリアにしてみました。非日常的な気分になれるので、とても気に入っている空間です。本当はこの部屋は家の中でも日当たりが悪い位置にあるんですけど、ホワイト基調のインテリアにしてしっかり窓を設けたことで結構明るい空間になっていると思います。この窓から空の色を見るのが地味に好きだったりします。結構ね、天気が分かったりして便利なんですよ。洗面台のメーカーは住友林業です。サイズは1700幅、横幅が170センチあります。ハウスメーカーの標準品の中でこれが一番シンプルでホテルライクなデザインだったので選びました。朝の身支度で家族がみんな同時に準備しても渋滞しないようにロングタイプのものを選びました。娘がいるのでね、大きくなったら渋滞しそうな予感がします。2ボールのものも選べたんですけど、ボールは1つにしてその分のスペースをカウンターに変えてもらいました。なるべく掃除をする場所を増やしたくないので、私にはボールは1つで十分です。カウンターがあると本当に便利で、ここで洗濯物を畳んだりメイクしたり、ちょっとした作業スペースとして使っています。鏡も洗面台と同じ170センチ幅にしたので、明るくて開放的な空間になりました。住友林業の洗面台を使っている方はこれを見た時にちょっと違うところがあるのがわかると思います。本当はロングタイプの鏡を選んだ時は一番右のこの部分しか収納がつかないんです。左の部分は収納なしの鏡だけになっちゃうんです。それでせっかくなら鏡だけより収納がついた方がいいなって思ったんですよね。それで住友林業さんにお願いして全部が収納になるように作ってもらいました。こっちの方が収納力があるので特注にはなるんですけど、改装してもらってよかったなと思っています。洗面台の周りは水回り用のパネルを貼っています。壁紙に水が跳ねてブヨブヨになっていくのが嫌だったので、洗面台の周りの壁の3面を水回りパネルにしました。水がついても染み込まなくてさっと拭き取れるのでお手入れがしやすいです。床も耐久性の高いフロアタイルを使用しています。最初はクッションフロアにしようと思っていたんですけど、重いものを乗せたままにすると跡がつくとか破れやすいとか、耐久性についてのデメリットが気になったのでフロアタイルにしました。ちょっとお値段はするんですけど、長い目で見たらフロアタイルにしてよかったなと思っています。以上がこだわりのポイントでした。大好きな大理石柄に囲まれてテンションが上がる空間です。サクッとした説明だったので、この部分がもっと知りたいってところがありましたら、お気軽にコメントで聞いてみてください。
それでは購入品の紹介をしていこうと思います。カゴの収納ボックスってベージュとか茶系のものはよく見かけるんですけど、グレーのカゴってあんまり見ない気がして珍しいですよね。ヒゲ剃りとか存在感のある家電を隠せるものを探してたんです。大理石調の空間なのでこの色が合いそうだなと思って購入しました。このブラウンのヒゲ剃りは夫のお気に入りで、使った後にスタンドに戻すと勝手に掃除してくれる便利な機能がついているそうです。なんかね、 YouTube で紹介しといてって言われたのでここで言ってみました。サイズがちょうど良かったみたいでぴったり入りました。 IKEA の置き時計です。このゴールドがたまらなく可愛いですよね。家が完成したら必ず買うんだって決めていて、やっとお迎えすることができました。朝の身支度をするときに時間が気になるので、洗面台には時計を絶対置きたいなと思ってました。時計の下の部分がトレイになっていて、ちょっとしたアクセサリーとかお風呂に入るときとかですね、置けるところもポイントが高いなと思ってます。3COINS の六角グラスです。シルバーもあったんですけど、時計に合わせてゴールドにしました。ニトリのストーンディフューザーを入れてみました。こういうね、キラキラしたストーン系のものを見ると癒されるので好きです。3COINS の珪藻土の小物入れです。上の部分が石を散りばめたようになっていて可愛いなと思って買ってみました。歯ブラシスタンドとして使おうと思ってます。水分を吸ってくれるので、歯ブラシの水分で洗面台がびしょびしょになるのを防いでくれると思います。これいつもキッチンの方で使っているものなんですけど、ここに置いてみたら可愛いかなと思って連れてきてみました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。おうち作りやインテリアの参考になれば嬉しいです。まだね、鏡の中の収納がちゃんとできてない状態なので、いい感じに着地できたらまた動画にしたいと思っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あやめでした。